福島県からすだちくんが来てくれました。すだちくん、まず頭から切っていきます。頭には大きな骨が通っているので包丁で切ることができません。なのでノコギリを使って切っていきます。頭には学習機能や記憶力を向上させてくれる DHA、ドコサヘキサン、塩酸や血液をほやほやにしてくれるので成人病などを防いでくれる EPE が特に目のあたりに豊富に含まれています。はい、頭が切り離されました。続いて釜で割りでエラ元の部分を三日月型に切っていきます。釜は筋がなくて油も乗っているのでとても小さなお子様から年配の方まで幅広く楽しんでいただける部位になっております。今切っているお腹側の部分の釜を釜トロといって、とても大トロよりも価値が高いとされている部分になります。ひっくり返して反対側も切っていきます。今切っている釜からはこの今握っている包丁を一本で切っていきます。500円で販売したいと思います。釜欲しい方、本マグロの釜すごく脂が乗っていてとても希少価値が高いところですよ。皆さん1名、もう一方、釜本マグロの釜とても珍しいですよ。頭も500円で販売します。あ、じゃあそこ男の子、頭食べると賢くなります。頭にも出汁がたくさん含まれていてとても美味しいです。ところで皆様はマグロの名前の由来をご存知ですか？手前から見ると真っ黒く見えますよね。そのことから真っ黒マグロになったという説や、マグロは目が黒いことからマナコが黒い真っ黒マグロになったという説、また昔は保存状態が難しくマグロの赤い身がすぐに黒くなることから真っ黒マグロになったという説があります。どの説もマグロは黒いということが由来しています。続いて背中側からも切っていきます。ちなみにマグロの大トロは手前に垂ら下がっているこの2箇所しかないのです。マグロの大トロは本当に少ししか、こんな大きいのに少ししか取れない部位になっています。最後に上から2つに割っていきます。当地でもたくさん魚はありますが、見たことない魚もたくさんあって、ちなみにホッケは当地では見開きにされたのしかなかったのですが、北海道ではすごい丸々のホッケがたくさん売ってあって、私たち初めて1匹丸々のホッケを初めて見ました。他にも大きなアサリを見たこともなかったのですごく新鮮です。
マグロは2回に分けて切っていきます。1回目にウロコや皮を切って、2回目に身を切っていきます。今回のマグロは特に大きいので、2回では切ることがなかなかできない場合もあるので、3回、4回、再度包丁を入れて切っていきます。そうですね、今背中の部分は中トロや赤身がたくさん取れてとても美味しいです。今マグロの筋を切っています。今マグロの筋を切っています。マグロは身や骨と一緒に、筋も一緒に切っていきます。もうすぐで、はい、背中の部分が切り離されました。じゃあここで